で、この情熱がある人たちはじゃあどうすればいいか。この人たちはもうお金限界いっぱいどころじゃないです。生活を壊してでも買い物してますから、この人たちは。いや、これねマジのあるあるなんですけど、着物のローンえぐいぐらい組んでてっていう人いますもんね、普通にね。なんかね、500万の着物買って、その後300万の着物買って、そして支払いめちゃくちゃあって、支払いのために夜の仕事始めましたみたいなとかいますよ。聞いたことあるし、昔そういう子うちで働いてました。そういえばもう限界いっぱいです。ちなみに売れば買いますけどね、この人たち。でもそこはちょっとコントロールしてあげた方がいいですね。ポシャったらダメになりますので。でこの人たちはどうすればいいかっていうと、この人たちは情熱がある方たちですので、身内に引き込みます。こちら側、つまり何かっていうと、ニュースレターってお客さん出したいじゃないですか。お客さん出したいって話しましたけど、実はこの人たち絶対出てくれないです。高所得の方たちってお客の子にね絶対出てくれないです。なぜなら、人前に出るとマイナスのことしかないって知ってるからです。これで、お金持ちの人たちってのはこっそり高い買い物をして、こっそりいいお客さんでいることを望んでます。なので人前に出るの嫌がります。情熱がある人たちはもうみんなから認めてもらいたくて仕方ないわけですから、めっちゃ出ます。出ることによってさらに行動強化されますから、いろんな人に言うようになります。なのでこの人たちをニュースレターに出したり、この人たちを身内に引き込んでいくっていうこと、従業員になることすら考えられますっていうふうに使っていきます。ここはやっぱりね、好きでいてくれると、情熱がある人っていうのはやっぱり一番いい仕事してくれます。でその従業員になるのか、パートナーになるのか、そういうキャラクターになってもらうのかっていうことを、この人たちが出ればすごく強いんですね。でここでもう一つだけ、この流れの中にいない VIP 顧客がいますっていうのが、ちょっとどこに潜んでるか分かんないんですけども、紹介 VIP っていう人がいます。例えばもちろん自分ですごく買い物をして人に紹介する VIP もいます。で、あ、お金がないから AAA 泊まりなんだけれども、紹介してくれた人の購入額を入れたら明らかに VIP 客になってくれてる VIP 客もいます。 AAA 客もいます。あるいは、まあ、ここの自分での購入点数はそれほどでもないんだけれども、紹介することに情熱を持ってるっていう人がいるんですね、一定数。ですからこれが実はビジネスで顕在してないんだけれども、見落としてる価値ですね。紹介 VIP っていうのは VIP に仲間入りさせないといけません。いや、別の流れですね。この人たちは自分自身の割引云々よりも紹介することに生きがいを感じてますので、紹介 VIP として、把握しないといけない。だからこれ VIP の人が紹介 VIP のことももちろんありますよ。ですけれども、ここの把握と別で紹介 VIP っていう超 VIP のリストです。ここはこれ最高なんで、紹介ってやっぱりビジネスにおいて最高なので、紹介 VIP っていうリストを作るべきですね。でこの紹介 VIP の人たちもじゃあどう使うかっていうと、この人たちもこちら側に引き込みます。ニュースレターに出てもらいます。紹介 VIP がニュースレター出てくれたら最高なの分かります？ニュースレター出た号のニュースレターを10部20部こういうのやりましたって言って渡したら、友達に渡してくれるからです。紹介 VIP と情熱があるお客さんでニュースレターを作っていくんです。こういうふうにして顧客リストを見れば全て分かります。答えは顧客リストに全部あります。じゃあ次はいよいよこれね、これがもう 68% のお客さんと付き合わなくていい理由です。社長は本来好きな人とだけ、いいお客さんとだけ付き合うべきなんです。付き合わなくてもよかったんです、もともと。なのに付き合わないといけない、要はあまりにも触れ合う回数が多すぎて、この人たちに付き合わないといけない。でも感覚的に分かってるでしょ、この人たちに付き合っても全然得してない、数字的にも利益出てない。しかもこの人たちのせいで従業員のやる気がなくなって、従業員の退職が加速されたりとかも当然してきます。
ですからビジネスなんて全く利がないのに、でもやらないといけないじゃないかなってもしかしたら思ってたかもしれません。逆です。この人たちを喜ばそうとするせいでビジネスはどんどんしょぼくなっていきます。ですので 68% のお客さんとは付き合わなくていいです。じゃあいよいよ次は、じゃあ社長がいなくなっても会社が回る仕組みっていうのを具体的にどうやって作っていくかっていうことをお話ししていきます。